だと思うんですよ、高田保育園に。宇川さんに言ってくれればそれはそれでやんだでしょうけれども、そうはやっぱりな普通にならねえよね。その時に高田はいっぱいで、高田の皆さんが上手さんに世話になってるわけですよ。今度は反対に上手さんの皆さん来るわけですので、うん、その件はどういうふうにされるのか分かりません。ありますかね。はい、子ども課長。子ども課長。はい。過去にはですね、統合、まあ、今からもう十何年か前にこういう話があったというふうに記憶をしておりますが、まあ、高田保育園の増築というようなお話も過去にはあったようでございます。はい、ただですね、場所的にこの、場所的に悪い場所ではないんですけれども、ちょっと川に近かったりとか、いろんな諸条件がございまして、これまでそういった話が、実際には実施されてこなかったという経緯がございます。それでこの辺りはその上場地区の皆さんが全員こう来るかどうかは分かりません。おっしゃる通り、この、ご希望によってはですね、幼稚園であったり、例えば私立の保育園であったりということもございます。ですが、まあ、仮に今3人いらっしゃってですね、5人いらっしゃって残るとしてですね、その方が全部おいでになる可能性がもっとであるわけでございます。今後、まあ、10月に申し込みがあるということで、その時にはそうなる可能性が当然ございます。でそういった時にですね、今高田がいっぱいじゃないかという話もごもっともなんでございますが、まあ、年齢構成をですね、少し見ますとですね、今現在高田保育園の定員がまあ70に対して73、受け入れておりますが、年長がまあ21で、年中が21ということで、来年卒業するお子さんが21人で、その次もまた21人というような年齢構成になっております。その後下がりますとですね、3歳以下は、9人、15人、7人ぐらいということで、少しずつ、まあ、減ってます。それも3歳を過ぎないと預けないというご家庭もあるので、少ないのは当然なんでございますけれども、出生の状況ですとか、今後のですね、入園の、希望ですとか、いろんなものが当然かみ合ってきますので、確実なことはこの場では申し上げられませんけれども、基本的にはですね、高田保育園を希望いただく方については、極力そこで受けられるようにさせていただきたいと思いますし、当然また入園には優先順位がございます。生活保護ですとか、片親ですとか、いろんなそういった条件がございまして、地域選を当然その中に加味をされますので、そういったところを今後、10月からの入園申し込みにあたっては、当然審査といいますかですね、中身を、点検をさせていただいて、作業を進めるという中で、できるだけですね、希望に沿うように園で受け入れをさせていただきたいということで考えておりまして、今のところはですね、園舎の増築というようなことは考えておりません。お会議。はい、ありがとうございました。今課長言われたように、ぜひともこの閉園にあたっての今度募集ですので、その希望は極力受け入れるように。そうすると高田も実は困るんですけれども、まあ、いたしかしの話がありますけれども、まあ、不利にならないようにね、一つまたやっていただきたいと思います。これ要望になります。いいですか。はい、もちろん。そうすると3号山沿線上のですね、保育園というのは残るのはあれですか、高田と野田2つということですか。それで今高田が70定員で73だと言いましたね。野田は定員で原因何人くらいですか。子ども課長。野田保育園がですね、定員が30名で、今11名、いらっしゃいます。吉田委員。まあ、先ほど高田保育園に申し込んだけれども、残念ながら漏れたという人があって、別のところにどうぞと、いうことで上場保育園が引き受けられた可能性もあるんですよね。そうすると、現在上場の方々といいますか、子どもたちが12人、どこに行くかとなれば、当然高田に近くなるわけで、野田に回るかどうかっていうのはちょっと疑問に近いわけで、そうするとあれですよね、定員そのものが高田地区が少ないなと。なることは十分考えられますし、で先ほどの松並の園舎のお話があって、誠に、いい園舎になるわけですが、高田保育園との比較しますと、こうどんどんこうですね、園舎の開きというか格差が出るのかなと
やらざるを得ないし、この辺のですね、まあ、増築じゃないけれども、やっぱり A 社がですね、それなりに余裕が必要なんじゃないかな、3号線沿線上にですね、思うんで、その辺は検討はないものなんですか。子ども課長。子ども課長。はい。まず野田保育園がございますという話をさせていただきましたが、まあそこはまあ A 社も、まあ、そんな新しくはありませんけれども、人数的には余裕があるというところでございます。これまでもですね、別又地区の方が、どちらかというと上場高田よりも近いからということで、高田を野田をご利用いただいているというようなことも実績がございました。ですから今後は別又地区の方がですね、上場から今度高田へということばかりでもなくですね、距離的なことを考えれば野田をお選びいただく可能性も出てくるかなということもございます。それと園舎の老朽化についてでございますが、まあ、高田保育園についてはまだそんなに古くもないので改築というようなことは今のところまあ考えてもおりませんし、同地区は今お話をさせていただいた通り、今後の園児の、まあ、動向を見ますと、衛生出生数を含めてですね、状況を見ますと、とりあえず今の状態で、まあ、様子を見させていただくというようなことで、いいのかなというふうに考えております。よろしいですか。はい、じゃあ、星野議員。すいません、番外で申し訳ありませんが、1点だけ、今ほどのまあ説明のところとかで、まあ、ご理解をいただいたような方向の話であると。ただまあその中では、保護者の皆さん、また地域からもその継続を望む声が大きくあったというお話をしております。その中では例えば今言う保護者の方からは要望等もいろいろあったと思うんですよね。この塀に関わって、で今後どうしてもらいたいとか、今の現状も含めてですけど、保護者の皆さんが、要望的なものを出されたと思うんですけど、それについてどのように精査されて、まあ、そのご回答もどのような形で考えてられるのか、まあ、当然存続だとかもう少しこういうふうに改善してほしいとかいうのも含めてですけど、その点についてのご回答の方はどのようになっているのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。子ども課長。子ども課長。はい。資料にもございますように、保護者に最終的に説明をさせていただいたのは9月の8日でございます。この時には保護者は11名の方がお集まりいただきました。で、まあ、統合、まあ、しょうがないねというご意見をいただいたところでございます。これまでにも保護者会の説明会も参加させてもらったり、地域での説明会も当然させてもらっておりますので、そういった経緯を踏まえてご判断をいただいたものと思っております。その際に統合に際してですね、ご意見として出されたといいますか、要望としてあったというのは、まあ、送迎の部分でございますね。今実際にやっているその3歳以上のお子さんについてご要望があれば、まあ、タクシー等の手配ということはご要望としてはありました。それについては、まあ、検討させていただいて、お話をさせていただいております。さらにですね、その保育園の存続そのものについてはそれ以上のご意見を、ご要望はございません。でした。どちらかというとですね、地域のその、まあ、なんて言いますか、働く場の確保ですとか、若者の定住策ですとかいうような、そういったどちらかというとその少子高齢化だけではなく、就労の場の確保ですとか、地域にこう若者が根付くような方策ってどうなんだというようなご質問が多く、まあ、最近の景気動向を踏まえてですね、少しずつ、まあ、有効求人倍率も増えてきているんだけれども、まあ、そういった、なんていうかな、地元ではなかなか感じられないというような、そういったご意見やらご質問をいただいたところでございます。まあ、我々子ども課としてお答えができる範囲を超えているところもありまして、十分なお答えできなかったかもしれませんけれども、基本的にはその市としてはですね、その定住対策はどんどんやっていかなきゃダメだし、その少子高齢化に対しても対応していかなきゃならん。特に我々子ども課としてはですね、少子化を一つの、まあ、課題として持っているわけでございますので、婚活事業ですとかそういったものにも取り組んでいますし、そういった情報は地元の町内会、地元地区の皆様にもですね、当然広報等でお知らせをしたり PR をさせていただいていますというようなお答えをさせていただいて、その場で、一応、まあ、ご了解をいただいたという経過でございます。はい、ありがとうございました。まあ、今ほど、まあ、説明をしてご理解をいただいたというところですが、まあ、
昨今学校関係の話でも出てきておりますが、そういった閉園とか閉校とかそういった中では地域が寂れてしまう、また今ほども言われたみたいに、若い人たちがいなくなってしまうという中では、これを機にやはりうちの地区もどんどん、うちというかその地方地区もどんどん減っている中では、皆さんがやっぱりそこを懸念する地域の声っていうのは非常に大きかったんですよね、この件に関して。そういった中で、まあ、そういった声が、まあ、あの働く場とかいうお話も今出たみたいに、この園の存続っていうのはやはりあの地域、まあ今まで利用していた人たちのところも含めて、やはり大きなやっぱり今回はあの問題として考えておりますし、今言うようにあの問題点はいろいろある、また要望等もあるという中では、どれだけきちんとした形 の、 その保護者の皆さんに対して要望を叶えていかれるかということが、今後の中でも大きなやはり地域、その地域での若い人たちが定住していただけるかどうかというところに大きなところが出てくると思います。やはり環境が悪かったり、そういった幼稚園の整備が行く環境がなかなかうまくいかなければ、じゃあ出てしまおうかというところが出てしまいます。その辺のところは今高田というお声も出ておりますけど、そこの定員数とか、入れるか入れないかとか、いろんな問題の中で大きく変わってまいりますので、その辺はやはりあのしっかりと声を聞きながらやはり取り組んでもらいたいと思いますけど、その辺について改めてもう一回きちんとそれが対応できるかどうかお願いしたいと思います。教育部長、あの今ほどのお話、ルルの担当課長が説明させていただきましたし、私もあのそれぞれの地区の町内会地域の住民説明会には私の方からも説明させていただきながら、地元からのですね、まあ、切実なご要望なりですね、あのご意見も受けたまったところでございます。それからあの、まあ、少し関連がございますが、私が教育委員会に来たときに5つの学校の統廃合のときにも、非常にやっぱり地域ごとには、ね、非常なまあお声がいただいたのは事実でございます。そのこととですね、あのいわゆる保護者さんが今の課長、担当課長が講談で申しました、あの保育園だけのことではないんだと、自分たち の、 その定住なり地域がどうなるんだかという心配だということは切実な声だというふうに思っております。これはあの子どもだけでですね、また教育委員会だけでですね、あのできる施策ではないというふうに思っております。まあ、あの一般質問の中にもいろいろございました。子育て支援、子どもたちの環境、それからやっぱり若者の定住をどういうふうにしていくのか、それから市街地だけでなくて地域ごとにそのどういうふうにしていくかという問題は、まさに市全体を挙げてですね、取り組んでいかなきゃならない問題と思っておりますので、まあ、あの繰り返しになりますが、今日明日すぐできる問題ではないですけれども、教育委員会としてできる部分の保育環境はどういうふうにあるべきかということを、これからもですね、しっかり受け止めながらですね、地域対応に当たってまいりたいというふうに思っておりますので、またあのいろんなご意見を反映できる場面はですね、できるだけそのご要望に応えられるようにですね、していかなければ、まあ、あの地域の、まあ、信頼関係もですね、教育委員会として保育園、それから学校と地域との信頼関係ということも非常に大切だというふうに思っておりますので、そのことを十分あの配慮しながらですね、対応対策もしていきたいというふうに思っておりますので、まあ、この度の状況については、現状をまたあのご理解をいただきながら、対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思っております。番外で申し訳ございませんが、今の若い委員とですね、それから星野さんの議員のですね、説明ございましたが、課長の説明の中で、いわゆる送迎ですね、ここはちょっとあのはっきりしていなかったんですが、まあ、閉園に際してですね、どういうふうにその考えているか、さっきタクシーなんていうお話もございましたが、多分あの説明されてですね、いるんではないかなとこう思っておりますので、ちょっと確認させてください。子ども課長。子ども課長、はい。あのご説明申し上げました通り、他の合併統合の例からして、タクシー送迎等の可能性 あのができるという話をさせていただいております。ただあの予算もかかることでございますので、今このまますぐできますという話は当然できませんので、そういったことはご要望があれば検討させていただきたいということで、つきましては3歳以上のお子さんについてはあのタクシー送迎を今やっている実績があるので、そういった方向で検討させていただくというふうに答えさせていただいております。よろしいですか。よし、質疑を終わります。以上で教育委員会関係の審査及び報告が終わりました。ここで説明員の入れ替わりのため、
11時50分まで休憩します。え、50分かな。え、10分やるの。10分やるの。じゃあいいですか。5からでいいですか。5から、はい、じゃあ説明員の入れ替わりのため、13時まで休憩をいたします。はい、教育委員会の皆様、大変ありがとうございました。10分やってました。ありがとうございました。